麻雀ファンの皆様、いかがお過ごしでしょうか。司会実況の小笠原奈緒です。本日は第39期鳳凰戦 A2 リーグ第3節シータクの模様をお届けしてまいります。本日の解説は A2 リーグより三浦智弘プロにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いしおま願いいたす。します。それでは早速本日の出場選手を紹介してまいりましょう。まずは1回戦ちいちゃです。バクツアキラプラス 16.8 ポイントの7位です。そしてなんちゃ、山田博之、マイナス 62.6 ポイントの14位。シャーチャ、ダンプ大橋、プラス 56.2 ポイントの2位。最後はペーチャ、猿川正俊、プラス 10.1 ポイントの8位です。本日はこの4名での対局となります。それでは総合成績表をご覧ください。第2節 B 卓まで終えての成績です。本日は C 卓で2位、7位、8位、14位での4名となりますが、三浦プロ、本日の見どころをお願いいたします。はい、今日は特に攻めの強い人たちが集まったように僕は思うので、はい、中終盤にかけてのぶつかり合いやめくり合いが期待できるんじゃないかと思ってます。はい、ダンプ、ワクツ、猿川、山田。山田は最初初節がねマイナス 62.6 ポイントの、そうですね、とはいえまだ2節目なんで打ち方を変えるほどではないと僕は思います。はい、第2節ではご覧ください。第39期鳳凰戦 A2 リーグ第2節シータク1回戦東杯の開始です。それでは1回戦開始してください。立ち合いに広柴田が務めます。柴田の合図によって1回戦が開始されます。改めましてちいちゃからワクツ、なんちゃ山田、シャーチャはダンプ、ペーチャ、猿川の並びです。なおルールは一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルールで行われます。このリーグ戦は全4回戦を戦います。本日は第2節、全11節ありますからね、長い戦いとはなります。まずは枠の野番手配ご覧ください。一目だったでしょうか。そして山田ドラリアンマンでこの形、トメンツまずまずいいですね。トンもあって、そうですね、ドラがリャンワン、はい、ダンプがドラドラですか。メンツはまだ完成していないように感じます。猿川がドラドラで、統一が2組、メンツは1つ。三浦さん、今日は解説よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。冒頭にもあったように今日は攻めの強めの選手が4名揃ったんではないかと。そうですね、ダンプさんだけちょっとバランス派というか、はい、ここ最近はちょっと攻めのが増えてきた感じですけど、山田さん、猿川さん、和久津さんはもうかなり攻めが強い選手だと僕は思ってるので、はい、かなり深くまで押していくことが増えるんじゃないかなと思ってます。あとここぞのなんか一打がオリジナルだったり、そうですよね、結構そういうのが強い選手ですよね。ギリギリまで来られるんですよね、この人たち。はい、同卓してってめっちゃ怖いです。はい、でこの時何切ったとかね、理由とかもいろいろ三浦さんも解説していただけると、はいはい、できる限り頑張ります。ありがとうございます。はい、さあもうこの形です。ポンテン取れますね。ポンテン取れますけど、ドラガリアンワン使えれば高打点も狙えるので、1枚目のトンはスルーするかもしれないですね。なるほど、この一発裏ドラのないルールです。そうですね、で、トン泣く前にこのローピンにくっついた時にメンタンピンドライチという理想が、あ、ここでテンパイ取りましたね。ここで今トントンっていうのもあったんですか。ドラ引いたら、あ、でもドラ引いたらトンのシャンポンでも十分なんで難しいところですね。難しいですね。あるにはあるんですけど、やっぱりいいピンも切ってますし、取って闇点が自然な選択だと思います。トンだと上がれる形ですね。山田はテンパイ、ここからリーチへの変更はドラ引きなど、ドラ引いたら行くんじゃないかなと思うんですけど、はい、ちょっと場をよく見るとワクツさんが相当本一模様でピンズが高めです。外していきましたね。なるほど、ローピンでは外さないけど、はい、もうトンが期待できない状況になってしまったと。このワクツさん親番に対してダブトン切ってくる人はかなりいないよねということで、はい、ここは上がりやすい想像に、はい、ターツを求めに行ったということですね。山田はかなりこういう馬強とかも大事にする選手ですよね。むしろそこメインで打ってる感じありますよね。やはり上がりやすさ重視で、ここは闇手に構えてからの、はい、またイーシャン手に崩して待ち替え変化待っております。ワクツがピンズのホイツ、パーピンが来ました。しかもこれイーシャンテン、山田さんが残した浮き牌の白を切るとポンテンですね。当たり牌になる可能性もありますよ。さあこっちも勝負手、ダンプさんもドラドラ勝負手、同一局からぶつかりそうですね。猿川、はい、さんもドラドラで来ました。かなり攻めそう。ウーピン先に行きたいけど、あ、初から、これは初です。そうですね、ウーピンくっついたらパーワン統一落としで、そうですね、ピンクドラドラでも見えますんで。下茶にワクツ、
さあ山田さんもスーストにくっつければかなり上がれそうですけど、勝負の一曲、はい、白を泣かれたらどうするか難しいですね。はい、もう何も余ってますからね。何が一枚切れ、ションパイの何が、あ、一枚切れの花が余った、まだ分かんないですね。はい、パーピンがちょっと強く見えます。サルカーノで入っていっぱい、これはやばい、スッチピンです。白は当たらなくなりましたが、いや、これは無理、これは無理、これは無理です。ポイント高めがイーペイコです。いやー、なんか他の浮き牌持ってきただけで白になっちゃいますよね。これ白持ってきてもなんならキルもあるのかな。白はポンするんですか。いや、白って、あ、ごめんなさい、スッチピンなんですよね。間違えました、スッチピンですよね。はい、白論かと思ってた、やばいやばいって言ってた。ただポンのあ、ポンはしないしないしないですね。あ、論です。ダンプのチーピー和屈が論、同意局和屈の上がりからのスタートです。本一いきなりポンコツかましちゃいましたね。いえいえ、7700です。まあね、白が当たりになる可能性もねありましたからね、イシャンテンで。白シャンポンばっかり見てた。はい、リャンピンの方が余りました。チーピン待ちでしたね。はい、失礼しました。和屈さんは今日はいつにも増してセクシーですね。そうですね。和屈アキラプロ、マージャンアマゾネスです。この A2 リーグ、今季はなんと高1点になりました。そうなんですね、はい、大谷さんが落ちちゃって。そうなんですよね。大谷さんとかもすぐ上がってきそうですけど、ね、現状 B1 リーグに時間の問題な気がしてしまったと、はい、一局一本場です。和屈が7700上がって連チャン中。また本一見えますね。はい、白がドイツの和屈、山田アドラが1枚、ピン付けでしょうか。ダンプは先ほど宝珠に回りました。この7700、公式ルールだと結構痛いですよね。大きいですね。はい、しかもね、今ダンプさん、和屈さんがまだ初が余っただけで、ええ、もうロン7700はちょっときついですよね。はい、さすがに、まあせめてピンズ1種類ぐらい余ってほしいなって思いますよね。ちょっとかわいそうな補充でした。まだ X すぎますもんね、和屈さんの手配が。今回も本一に思いっきりいって、はい、今度は白を投げたんですね。白のポンをして、この手形です。手配が濃い形になっています。これ山田さんのチューンが打たれると、はい、和屈さん大チャンス。山田さんもかなり手整ってますからね。ここで打たれ、行きたいですよね。はい、ここで打たれるかもしれない。はい、言っておかしくない手配、ここでチューンを打ち出していきました。一気に場が煮詰まってしまいますが、これは怖いですけど、はい、第三元の可能性はちょっと低いかなって思いますよね。第三元だったら、はい、なんかピンズのターツを2つ外してるんで、一旦手なりに進めて、ええ、まあ、第三元だったら本一いらないじゃないですか。もっと自然な捨て牌になっているとなることが多いんで、比較的持ってないことが多いんですけど、ええ、当然後で重なったりとかも全然ありえるので、はい、絶対結局は切りづらいですよね。切りづらいんですけど、まあ、もしダマでマンガンテンパイとかなったら勝負する価値はあるんじゃないかなとかは考えますよね。ダンプから見ると自身で初が統一なんですけども、少し押しやすいですか。はい、少し押しやすいとはいえ、もうシャーが余った。そうですね、はい、本一テンパイしててもおかしくない。はい、まあ、少なくとも想像しづらいですね。山田さんはまだイーシャンテンと読んで3層まで行きましたね。先に切った感じです、ね、はい、チューンを勝負した山田、ここも3層勝負していきます。あー、いったー、ダンプさん、スッチそのリーチ、打点はないですが、ここは勝負ですね。ここ勝負に出ましたね。色かぶりしてますけど、はい、ドラドラ猿川ちょっと遅れを取っています。いや、この辺がなんかダンプさんイメージ変わりましたよね。はい、今までだと、いや、闇点がほとんどだったと思うんですけど、はい、三浦さんはどうなんですか。こういった手配ちょっと分が悪いかなと思うんですが、ドラなし、ええ、ちょっといけないですね。そうですよね。で、少なくとも和屈さんが想像余るまでは頑張ろうかなと思ってて、今急走が余ったということで、はい、結局リアンソで下ろされちゃいそうな、はい、そんなイメージですね。ただここはガンロソ和屈強くいきましたね。ヤクヤク本一です。ローソめっちゃいません。ローソは、そうですね、手の内で3枚使われているので、はい、残り山に1枚です。スッチーソーどうですか。 1,2,3,4,5 あ、3枚、3対1、はい、3-1勝負まだ分かりません。ただ3対1だですけど、片や11,600、はい、片や1,300 厳しいか。本当に怖いですよね、こういうめくり合いは、ね、
でもこういう勝負いけて勝てるとなんか道が開ける気もしますけど、気はしますよね。確かにそのダマでちょっと頑張ってみても、僕みたいにリアンスで結局やめになって場合は拾えないと思うので、はい、思い切った選択ではあるんですけど、どう出るでしょうか。1対1になっています。山田も引きましたからね。あ、でもこの形まだ攻めれるんですか。ただまあドラ1の愚形残りで、はい、形も悪いのでほぼ折りになると思います、うまく天敗取れればいいかなぐらいの、そうですね、はい、距離感だとは思うんですけど。サルカンもチートイツドラドラのイーシャンテンにドラドラになってますか。ただ浮き牌がすべてソーズの無筋、リーチにもワクツさんにも通ってないスーソルオソパーソーなので、あ、初は当然ですね。そうですね、さすがにと順目もここで。さあ初が通ります。スッチソーは引けるか。ワクツスッチソー助かる未来はなさそうでしょうか。チーソーは山にツモでした。ラスハイロウソーツマ上がり、ワクツここでも高打点を決めていきます。ヤクヤク本一のつま上がりとなりました。これはテンパネ4000は4100オールのつま上がりです。絶好調絶好調、気持ちいいです。リーグ戦の開幕始まっていきなりこれは気持ちいいですよね、最高ですよね。今日どんだけ叩けるんか、はい、行ったるぞと、はい、周りとしてはちょっともうね親落としておきたい時間でしょう か、 だからその辺も人によりますよね、はい、例えばこれ和久津さんが相手だともうここ この親もうどこまでも押されちゃいそうなんで、はい、早めに流したいとか考えるかもしれないんですけど、はい、まあ単純にもう今ある展望状況をだけ考えて、はい、まあ、このハンちゃんは奥さんトップでしょうがないけど、はい、まあ、頑張って浮きを目指そうかなと、はい、ちまちまやる人もちょっとずつ頑張る人もいると思うので、はい、なんか考え方によりそうですね。そうですね、白も重ねました。三者はどのように考えているでしょうか。まあ結局手配次第なんですけどね、はい、奥さんはそこそこいい、これがどうなるか。サルカさんちょっと厳しいですね。厳しいですか。ドラリアンマン3は白を泣きたい。縦目も見えてきましたね、はい、山田さんはなかなか整ってますね。はい、戦えそうではあります。ダンプも先ほど勝負に行きましたが、まあ、報酬しなくてよかったなぐらいに思ってるかもしれないですよね、はい、結果はつもられでした。6チッパまでは育つんでしょうか。ただパーマンがジャン頭になります。白のポン2枚目ですね。最初って重なってなかったですね、はい、現状はイーシャンテンの枠図。ただ打点は十分、はい、これも怖いですね。怖いですね。ダブトン白7七からスタートです。トイトイついたら12000つけたいな。山田さんはチートイツも出てきましたか。はい、山田の選択いかに。さあこちら来ましたよ、イーシャンテン。いや、テンパイ取らずでしたね。ごめんなさい、ローマンですね、はい、ウーマン切れば、ウーマンかチーマン切るとテンパイでしたか、はい、ペン3-1のテンパイだったんですけど、はい、3-1枚切れドラガリアン1で、はい、取っても上がりづらいということで、はい、ここはスッチ1の光景を生かしてできればドラを重ねて、という打点も見た一打でしたね。三浦さんもローマン切り推奨ですか。ローワン切るかは難しいですね。難しいですよね。思い切って E1 切っちゃうってこともあると思うんで、はい、なんかこちらです。取って闇点はちょっと弱いかなと、なんか結局上がりの可能性低そうに見えちゃうんで、手代わりも少ないですし、ね、はい、外すは外しそうなんですけど、どう外すかは難しいです。ドラが通りました。イーシャンテンの山田テンパイです。ローピン切ればローソーパーマンの役なしシャンポン、ドラが1枚。これも難しいですがリーチとなります。一応ローソが中筋になってるんですね。自身の捨て牌の中筋、はい、パーマンも、まあ、端にかかったような牌ですね。そうですね。でワクツさんが第1打9番、ダンプさんが第2打に9番切ってるので、この2人はパーマン持ってる可能性が低いだろうということで、はい、若干そのいうパーマンが狙いに入ってるかもしれないですね。なるほど。このシャンポンですがまあまあいいであろうと。そうですね、ロースはもちもち、パーマが残り1枚あります。ただこれのリーチ、リーチ打たれたことでワクズさんのロースが相当助からなくなっちゃいますね。ウッパス埋まった時は
どうなるでしょうか。まあほぼ補充、ほぼウーピンガンコになるぐらいしか助からなさそう、はい、多分そうですね。中盤申しましたもんね、まっすぐ行きそうな言ってますね、局面なんで。ちなみにウーピンは、ウーピンはですね、あ、出牌に2枚、これ引けたらチャンスですね、はい、さん山に2枚です。でパワー1が山に1枚、ローソクなし、ウーピンが1枚になりましたよ。じゃあ奥津さんが防御の可能性が高 い、ね、あでもウッパーソもめちゃくちゃ薄いですね。となるともしかして、ええ、もうウーソー1枚しかないですか。そうですね、ペンチーピンも、ペンチーピンもあるのか、チーピンは2枚ありますね。じゃあ先にウーピンを引くか、はい、山田さんがウーピンを紡ぎってくれれば、はい、形勢逆転。え、やはり小そうですよね、キルならチーピンを待った時どうなんでしょうか。あ、チーピン待ったら、はい、僕だったらローソー行きたいですね。ウパソにしたい、はい、中筋なんで多分ローソー切ると思います、はい。ローソーとパーマンのシャンポン待ちです。ドラドラになりました。ダンプ回りながら一応イーシャンテン復活しましたね、はい、ダンプが来るか。ただドラはもう山にないので、ちょっと上がりまでは厳しそうですね。山田のパーマンまだ1枚残っています。川さんはもう受けに回っていますか。そうですね、さあテンパらない、はい、残り数も少なくなってまいりました。さあ終盤どうだ。今つもぎりパーマンありません。ダンプは転廃せず、残り詰まると1回1回ずつ、はい。クツさんアウピンということは、クツさんチーピン引いたらもう手番ないんで、ここはなら小さく切りそうですけど、現物で転廃入れられませんでした、はい、小さ。ダンプも転廃入らず、ダンプさんは安全牌なくなりました。何を切っていきましょう。ちょっと縦で多いですね、3層がありますけど、けど枠津さんには通ってないということですか、ドラのリハンワン、スーワンがノーチャンス、あ、イースーワンが、イーワンが3枚、スーワンが4枚で、残り1枚のイーワン持った管理ワンにしか当たらないということですね。はい、流局です。枠津脳天、山田の一人転廃流局となりました。ここもね、リーチ判断が一つうまくいった形でしょうか。まあ、どっちにしろ枠津さん転廃しなかったかもしれないですけど、はい、こういう積極的な姿勢はすごい見直らなきゃなって思ってしますよね、なんか一歩引きたくなってしまいますよね。両面になったらリーチするかぐらいの感覚の人多いと思うんですけど、はい、あれ闇点にしてるとすぐになんかイーペイ後継みたいな転廃に変わるんですかね、かもしれないですね、はい、そこで三面ちゃんリーチとかも選択ありますけど、難しい選択にはなりそうですね、はい、と2局の3本間に変わります。ドラが9ピン。山田もこの A2 リーグなんと8年目に突入いたしました。最近ではちょっとね、こう下位でこう残留争いを ね戦うような形も垣間見えますが、なんだかんだ残りますもんね。そうなんですよね、結果的にはまあまあ余裕を持って残りますもんね、はい、でも今季もスタートは苦しいスタート、去年のリーグ戦はミスが多かったですが、シンプルにメンバーは厳しいけど勝機を目指して頑張りますと最初には言ってくださいました。まあ、少なくともどっかでは絡んでくると思いますからね、やっぱり。サラカはシャアのポンです、シャアちゃん。めちゃくちゃ遠いところから仕掛けました。はい、6チッパ見えています、山田。ドラ使い切れるか？ドラなくてもコウ立て狙いますもんね。そうですね。もうすでにダンプはイーシャンテン。こちらです。この辺が攻めの人なんですよね。サラカさんですか？はい、もう圧倒的に攻めって感じしますよね。これシャアに泣きでいいやって思いますもんね。見泣きすらしない人もザラにいるレベルなんですよね、これ。ドラゼロ、はい、僕だったら何ならそうしそう、はい、この段階ではシャア泣かない。同じ形でなんか同順で打たれたとしても2枚目もスルーするぐらいの形なんですけど、サルカワさんはこういうところ積極的に流れに行って参加すると。これはやはり上がりに行きたいっていうのが一番なんでしょうか。もうシンプルに上がりに行くってことでしょうね、はい、うまくいってますもんね。いいですよ、いいシャンテン、両面両面見違えましたね。はい、枠津もいいシャンテンです。なんか早い決着にもなりそうですが、はい、ガンパーピンの転廃です。まあ、今回はリーチ棒があって3本馬ということで、はい、ちょっと前に出やすい局面ではありましたね。一つ上がりをものにすれば
さあ官労層天敗は靴、続々と天敗者が増えていきます。親の山田さん以外天敗、線は1900落ちています。なんか展開が厳しいですよね、山田さんは。そうですね、つもでした。あっという間、サルカは見事シャアのポンからのスタートでこの形で上がりきりました。リャンはシャ300、500の三本馬、さすがです。はい、これゆったりしてるとまた展開は全く分かりませんからね。結果がついてまいりました。トン3局ダンプの親番です。ダンプさんも、A2 リーグ9年目。ダンプさんが長いんですね。はい、1番の多分フル株になってますかね。今前期は10位という結果で終えました。シャアのポン1個目から泣いていきます。これも泣かなくないですか三浦さん。さっきより泣かないかもしれない。泣かないですよね。これは猿川さんの時以上に泣きづらい、はい、これドラガチューンっていうのも大きいんですか。それは関係ない。どうでしょうね。どうなんですか。まあ、一泣きの方がこう周りから見える効果は違いますけども。違うんでしょうけど、もしかしたらこの後とりあえずピンズを2枚払って、なんずか想像の本質見ながら進めるかもしれないんですけど。なるほど、リャンハン役つけて、はい、周りもちょっとかこれで、ま、想像のをがむしゃらにいくっていう打ち方はありそうですよね。はい、はい、ただまあ怖いですよね。怖いです、はい、ドラチュンやっぱり出ますね、前にこの方たちは。そうですね。でも今季は結構このワックスさんも、はい、以前に比べ攻めが強い選手が A2 には揃ったと言ってたんですけども、はい、やはりここまで戦い見てるとぶつかり合いが増えたなとは感じるんですよね。なるほど、なるほど。そこら辺どうですか、三浦さんは。そうですね、はい、もう2回戦われましたよね、一節二節と。はいはいはい、はい。まあ、でも僕が戦った時のメンツがちょっと攻め寄りの人多かったかもしれないですね。猿川さんと当たりましたね。猿川さん当たりましたね。あと2回目の時はあの柴田さんいましたからね、はい、あの人も前出るんですよね。吉和さんね、はい、まあ、ちょっと言葉あれですけど、はい、ちょろまかとしてちょろまかともう訳が分かんなくなっちゃうんですよね。結構すごい試合でしたよね。いや全然そういうマンジャも好きなんで、はい、望むところではあるんですけど。赤石さんもいらっしゃって、はい、すごかったですよね、いろいろ。はい、難しい麻雀になってましたね。はい、で僕とフライさんだけがちょっとおとなしくしてるかなみたいな、はい、どうなってるんだみたいなね。ありましたね、はい、でも見てて面白いですよね、そっちの方が。見てる方はすごく面白いです。甘露瓶が入りました。天敗を闇天にします。スチソ3色の手がありましたね。はい、一手代わりがシゴロやゴロチがありますね。さんもそこそこ順調に想像が整ってはまいりました。来ましたね。シャアのポン入れています。山田さんが途中で面白いローキュース払ったんですよね。はい、なぜでしょう。これあれですよね、そのさっきもあったワクツさんの色とかぶっているところを払っていったって感じでしょうね。あ、想像が高いワクツに対してと、はい、チューンってありましたっけ。まあ、チューン切らない前提でどう組むかっていう、はい、そういう選択だったと思います。さあ山田はイーシャンテンまでは来ましたが、将来はチュン短期でしょうか。こちらの形です。でもこういうのもチュン短期も結構行きづらいかなって思うんですけども。あ、出ましたね。出ました。そうそう、はい、ダンプの上がりとなります。親番です。そう、山田から出上がります。1500、3色手がある前でした。また今回もさっきの話に似てるんですけど、はい、お客さんの手配がドラ持ってなさそうには見えるんですよね。はい、本一に寄せてるからってことですか。はい、そうですね、はい、シャー泣いていきなりもうその想像以外をチュンチャンパイからギリ途中でリャンワンの両面も払ってるので、ドラが統一以上であったら、まあ、そういう両面とかはもうちょっと大事にするよねって考えると、はい、やっぱりその泣いた段階ではドラが、まあ、1枚以下だった可能性が高そうには見えますよね。じゃあ中短期の勝負もまあ、ああ、なくはないと思います。行きやすいとは言わないですけど、はい、全然十分見合うんじゃないかと思います。現在トン3局の一本場ダンプの連チャン中です。ラス目のダンプ、また加点ができるでしょうか。ドラドラです。チャンス、チャンス。三浦さんはダンプさんの麻雀ってどういう風に捉えてます。いや、でも僕昔からその連盟チャンネル A1 A2 はかなり見てると思うんですけど、やっぱりここ最近、はい、去年一昨年あたりから
なんか印象変わった気がしますね、うんうん、ダンプさん。それは攻めに特化し始めたってことですか？まあ、昔は受けがとにかく強いっていうイメージだったんですけど、はい、最近はさっきのスッチーソリーチみたいに、はい、なんかワンチャン取りに行くというか、ここ勝負どころだって言って前に行く局面が出てきたんじゃないかと、はい、あと仕掛けも増えたなっていう印象ありますね。やっぱここぞの攻めっていうのは結構強いですよね。そうですね、まあ、攻め強いのはもう皆さんそうなんですけどね、勝負どころと見たら全然降りてくれないですもんね、はい、かっこいいです。でこれだけはみたいなのは嫌がって止めるじゃないですか、はいはいはい、やめてほしいです、ね、はい、やっぱかっこいいなと思いますね、はい、じゃあダンプさんのロンリーミッドナイトとかも三浦さん見てました？ああ、その辺はちょっと記憶結構昔ですもん ね、 そうね、もう 10年前ぐらいですかね。10年前なんですか？まだここのスタジオができる前ですよね。できる前なんですね。できる前だと思います。あ、じゃあ僕は多分それを見てなかったです、はいはい、できてからの A1、A2 は結構覚えてるんですけど、10年前って我々入ったぐらいじゃないですか？入ったぐらいです。もう我々11年目に突入したとこですかね。今期はこの A2 にその28期生が2名、三浦さんと柴田さんが増えて、はい、まあ、柴田さんの方が若干なんか後期な分、はい、ちょっとずれてるんですけどね、はい、28期から前期後期で2部制になりました、まあ、ほぼ同期みたいな、はい、そんなイメージですよね。さあこちらがもうイーシャンテンですね。サブロスとスッチーマン、はい、ドライチやって勝負で、え、ダンプさんはゴツゴツしてきましたね。ちょっと重たいです。泣きたいですか？泣きたいですね、はい、多分ポンできるところは全部ポンするぐらいの感覚になってそう。わあ、テンパイ、まあ、リーチ入るとまた別ですね。リーチタンヤオドラ十分です。スッチーマンリーチ入るとまた別。別ですね。まあ現物があるかとかにもよるんですけど、はい、ドラドラだからエイヤーにはならないですか？テンパイ。ちょっとまだシャンテン数がきつすぎますね。メンズゼロですもんね。これはいやーきついか。そもそも現物がないので、はい、とりあえずピースは行ってみようと。現在は2人テンパイです。猿川受けか。リャンウソー対スッチーマン。バックツそこまで強い範囲はまだ押してないでしょうか？現物ですかね。パーピン言いそう。そうですね、まあ、ただスッチーワンも現物、スッチーワン、あ、ごめんなさい、リャンウソー、リャンウソーは現物ですね。あ、なるほど。じゃあ全然打たれる可能性ありますね。はい、このリャンソーはまだ出ない。これは強い、強いです。これでバックツが目立ちました。ただね、山田さんの捨て牌がめちゃくちゃ強くて、チュンチャンパイ全然切れてないので、なので猿川さんが詰まったらまだなんとか、はい、やむなくリャンソーになる可能性もいくらか余ってますけど、はい、イーシャンテンのダンプさんとかは止まらなさそうですよね。そうですね、ダンプもドラドライーシャンテンまではたどり着きました。リーチの山田、そこに強く押したワクツがいます。ちょっと強いあ、ローピアでももうダンプが通していました。あ、リャンソーだ、これか。枠つながり、はい、パースを押し切って枠つながりとなりました。線は1300です。枠つさんの押しが止まんなくなる感じしますよね。こうなるとなんかもうスイッチ入っちゃって、はい、どこまでも行っちゃう枠つさんよく見ますもんね、はい。結構普段ってそこまでなんか攻め強いって感じじゃないんですよね。むしろその受けも丁寧な選手なんですけど、そうですね、そのここぞという時にスイッチが入るともう止まんなくなっちゃう。止まんないです、はい、結構なんかオールラウンダーで仕掛けも入れたりとか、そうですね、相手のなんか仕草とかよく観察してらっしゃったりして、そうですね、すごい細かい麻雀打ったりするんですけど、いざこの自分の時間になったりするともう、はい、どこまでも、はいやっぱ一緒に打ってても嫌ですよね。嫌ですよね、怖いです。はい、ワクツさんは有名なのはあのハイの音で相手のなんかこう察知するみたいな聞いてやっぱすごいなっていう。ちょっと僕にはわからないです。私もね、多分一生わからないかもしれないんですが確かにありますよね、人が打ってる以上そういう違いは。まあそうでしょうね、あのモーターのスピードとかで感じ取るのもありますよね。わからなくはないけど、そこを求めようとは思わないですもんね、なかなか。三浦さんはそういう部分でやはりこう常に一定で綺麗ですよね、
心がけてはいるんですか。まあ、心がけてはいますね。あまりその熱くなってるなとか、はいはい、そういうのを表に出さないようにはしてますけど、まあ、実際はもう頭チンチンだったりしますけどね。本当ですか。全く感じません。常にも表情も一定で、まあ、まあそう見えてるんなら、はい、まあ、狙い通りかもしれないです、はい、初の A2 リーグですからね。いや、まあ緊張はもう結構してますね。ありますよね、はい、さあ猿川が親番で初を仕掛けています。これもまた透明の仕掛け、はい、ですけど親番で積極的に来ましたね、なんかもう猿川さん親番だからとかではなく常に、はい、分かります前出てくるんでね、やっぱこういうのって分かりづらいんですよね、本当に手が入った時に対応しきれなくなったりするんで。猿川さんってジャンプでいうとなんかどういうスタイルなんですか、ちょっと難しいんですけど。ジャンプ、どうなんでしょうね。なんかもうジャンプみたいな捉え方をあんまり僕自身あんまりしないと言いますか、はい、なんか常にこれが何が得かみたいなのばっか考えちゃうんですけど、まあ、でも一般的に言うと攻めみたいなイメージではあると思いますね。手数がとにかく多いですよね、はい、モンキーマジックという呼び名がついております。とんでもないとこから上がったりしますよね、はい、さあ山田はイーシャンテン中です。狭く受けましたね。リアンソ酸素部分を切ってで、はい、もうドラはどっちにしろ切らないっていう前提なんでしょうね。ドラがローマンですね、はい、バクツがドラドラになったところで酸素のポンスタートしていきましたが、イソイソ切ってタンヤってことですかね。バクツさんもいろんな仕掛けしますからね、はい、まあ、ドラドラなんでこれはとりあえず酸素だけポンして、まあ、トイトイはあのタイムですね。これでうまいスッチソーローマンパーソー。こういう猿川さんやワクツさんみたいに手数が多いタイプは、はい、本当にドラがのあるなしが分かりづらいんですよね、はい、A1 でいう古川さんみたいなイメージ、サーフィンダフォーと呼ばれる選手、はい、こういう安い手もかなりの数で織り交ぜられると、ドラのありかを見誤っちゃうことがよくあるんですよね。すっちそう。なんか大体教わるのがこの両面地だったり、はい、まあ早々な仕掛けはドラドラだったりとか、なことが多いっていうのがセオリーなんですけど、今のところ見ると猿川さん全部一泣きですけど、はい、ドラは見当たりません、ね、みたいなことが多いですよね。それに対して仕掛け出したワクツもいますから、じゃあワクツさんがおー、スチーソビタ止め、すごくないですか。まあ自分が持ってる枚数は5枚、まあ、確かに酸素ポン入っていて、ええ、ソーズだったらスッチーソの可能性めちゃくちゃ高い。でもツモです。バクツが上回りました。このツモ上がりダンヤをドラドラとなりました。1-2戦、はい、山田さんのスッチーソビタ止めも見事でしたね。はい、一順置いちゃったんですよね、ええ、もうすでに危ないと考えてスッチーソ止めたんですけど、そこから手出しがありました。はい、それでも切らずと、はい、さあ上がって上がって最高潮で持ってきた親番どうでしょうか。ドラがシャー難入しております。ドラは1枚、あとはちょんちょんで引き締まるか。ちょんチートイツ見ながら、もうチートイツ、ね、縦かなりチートイツ、はい、もう縦一本みたいなウーワン切りましたね、はい、チートイツではリアンシャンテンですか。チートイツかトイトイかみたいな、はい、そんな手組ですね。さあこの親を落とせるでしょうか。三者の手配ご覧ください。猿川一メンツ、そして山田は厳しい両面が2つ、はい、厳しい。ダンプさんがちょっと良かったですね。そうですね、これでかなり戦います。ドンはもう現在ナンバー、なるほど、チートイツかホーミツかみたいな、はい、ウーワンサーマンだったんですね。皆さん打敗が早いですね。そうですね、うん、特になんか今日のメンツ早いイメージありますよ ね、 早いですね。なんかダンプさんがいるといつも早く終わるイメージが私の中であるんですけども、なんか猿川さん今年から上がったところですけど、そうですね、猿川さん早いで有名ですよね、ええ、本当に選択早くて、はい、打って一緒に打ってるとやっぱり分かりづらいんですよね、そういう人たちって。やっぱ打敗が早いって部分で、うん、なんか情報が少ないというか、はい、どこで迷って何を切ったかとかいう情報がなくなるんで、若干読みの精度とか下がっちゃう気がしますよね、はい、さあ来ました来ました、イーシャンテンです。
チートイツのイーシャンテン。さすがに本一まではしなさそうです、ね。はい。急走がアンコになったりしたら、いやそれでも本一にはいかないですか。まあ、一旦なん打ってみたいな感じになりそうですね。はい、それかここで想像を払っていきます。地配は大事に。さあ、どうしましょうか。残すか。なんを切るのかどうか。ドラガシャーで、ああまあさすがになん切りましたか。はい。一応。数卒もぎってチートイツマックスにする手もあったと思いますけど、はい、ここはシンプルに数アンコウとかも目指して、なんかワックツさんだとポンしてくんじゃないかって思っちゃうんですけど、あ嘘泣きませんでしたよ。さすがに泣かなかった。さすがに、はい、でも泣くイメージありますよね。そうですね、なんか主導権握りに行くみたいなイメージありますよね、ここで嘘切れたことで数卒を切ってチートイツに決めましたね、はい、やはり一本でと。ランマンとシャーと3層の重なりです。何か打たれる前に自分であんこにできたらトイトイ狙うよってみたいな感じだったんでしょうね、はい、シャーはシャーは残り1枚、もしこれシャー重なったら、はい、3層切りリーチとかもありますか。でも捨て牌がちょっと怪しすぎますか。3層切りリーチでリャンワン短期、はい、確かにリャンワン景色ちょっといいんで、あ闇天だ、闇天だと出る可能性はあるでしょうか。シャー短期、山田さんは6、7、8になったら止まらないですね、ダンプさんは先に切ったタイミング、あここで出た、ナイスタイミング、ワクツのこの闇天が光りました。9600チートイドラドラです。リーチする選手もいたかもしれません。いやむしろワクツさんのイメージはリーチ抑え込みみたいな、どっちもあるな、ワクツさんは。いやでも見事な闇天でしたね、やはりあそこで時間を使わないというのもやはりいいとこですよね。早いですよね。いやー高打点決めてますね。774000オール9600ですから。さすがです。はい、ドラウソまたもや加点して、しかもハイパイがいい、二差しかなりやばいですね。めちゃくちゃいいです。イーシャンテン早くもジャントなしのイーシャンテンみたいな、まあ、ドラはありませんでしたが、ダブリーチャンスみたいな感じでした。はい、ダンプさんきついですね。ダンプさんはちょっと辛い方続いてますよね。続いてますね。あのピンズの方いつと今のもね、単品のイーシャンテンになって、先に切ったらあれ訓録って言われるとどうだったのかなとか、ちょっと心がもやっとしますよね。まあ確かにね、ワクツさんまだリャンワン余ったところ、いやまだイーシャンテンぐらいの可能性が高そうですけどね、はい、しかもねワクツさんテンパドラ短期が残ったらリーチ来るんじゃないかみたいな考えもありますからね。三浦、はい、さんこれ何切ります。リャンワン切りそうかな。ウーソー、はい、リャンワン、あでも二差しもあったんですね。ありました、ね、一応。あでもウーソーがドラなんでさすがに二差しは見ないってことですね、イーシャンテン中のワクツです。ドラを引きました。ハイパイの時点で二差しイーシャンテンみたいな感じだったのかな、はい、やばすごいですね。ウーソー重なりは残り山にはウーソー1枚、刺し子とか仕頃とかもなる可能性ありますね。ありますね。サダンプさんはまた手配。いやということはちょっとスルミにしましたね、はい。初が、ワクツさんの現物ということで、単品3色単葉3色とかになった時に前に出ようということで、はい、1枚は安全牌を確保しました。ただとんでもない刺し子の3色見えました。ただリャンワンが振り点とはいえ、リャンウーパーワン残りはリーチになりそうですね。そうですね。三面ちゃん何を引けるかは苦痛、闇点もありそうですよ。ウツモによってリャンソー、これは捉えきれないか。これは無理です。はい、和田さんはかなり厳しいので、チートイツだけ残して、あーパーピングラメ、うん、致し方ない。まあでもね、この状況ちょっとまっすぐは行きづらいですよね。そうですね、包丁が続いたダンプ、和田さんがほぼほぼ来ますからね。はい、実際予想よりも多分すごい手になってると思いますけど、捨て牌は至ってシンプルに感じますか。はい、シンプルに進めてそうな感じですけど、はい、さあ引き直し、はい、リャンマ引き直しは天牌、リャンウピンコサブローピンに受けて、まあ、リーチはしなかったですね。闇天でした。タイニオドライチ闇天、リャンウピンがもう場に2枚切れているので、枚数で一旦サブローピンにしつつ、3色変化だったり単品変化したらリーチってことでしょうね。あ、これは最終形ではないとということですか。リャンピン、リャンピンは無理だな、さすがに。次はどうするんですか。あ、リャンソン2枚切ってますもんね、はい、サブローピン継続中。
今選択し、あ、ここはドラ短期でいった。ウソ短期のリーチです。なんか私の中で山田さんってこういった展開だったり、はい、今枠ツアーついてるとか、はい、そういうのを考えたりする選手かなと思うんですけども、はい、今回はこれリーチで、まあ、うん、そうですね。ただまあ、はい、ウソ短期なんでね、別に闇天にしたところで全然上がりやすくない、はい、これ嘘を切ってのペー短期とかはやりすぎですか。あ、やる人いるかもしれないですね。はい、まあ、だからそれだけそのワクツさんの親番に脅威を感じてたらやるかもしれないんですけど、なんかもう順目的にもポンされるのもバカらしいし、はい、そうですよね。まあ、どうせ出上がりも期待できないんだったらもうここでリーチ打って万が一ワクツさん間違えてくれたらラッキーかなみたいな感じだと思います。三浦さんも同じ選択になりそうですか、この形になると。そうですね、リーチ打っちゃいそうです。はい、嘘は残り山に1枚ございますよ。積もれば3000、6000ですからね。サブローピンは、サブローピンは手の内では4枚使われです。山4ですか。うん、4対1。ただ枠手さんは待ち替えもある。はい、ダンプ受け。ただ枠手さんもここに来ました。3対1。 E1 もリアンはもう振り手になっちゃったんで、はい、このまま待ち変化は起こらなさそうですね。なんかウッパーワン引いて3色変化が残るぐらいで、はい、あとウソ引きとかで、はい、なんでもしかしたらこのままなんかタイミング見てつもぎりリーチとかも考えてるかもしれないですね。どうでしょうか、そこら辺。ローマン現物、うん、3対1です。まだ減ってない。あ、ローピンが1枚減りました。はい、3対1。サブローピン対ウーソー短期、山田は配定が現状はやってきます。配定いらないですよね。いらないです。配定じゃなくていいよね。はい、いや、サブローピンはいっぱいいる。うん、枚数も枠ツが有利、上がりそう。残り積も枠ツ2回、山田2回、サブローピン3枚、まだ積もれない。もうこの順目になったら枠ツさんはロビーだ。あー、枠ツの上がりです。はい、タンヤをドラ1となりました。3900は4200。まあ最初のハイパイ見ると、あ、3級かみたいなね感じはありますけども、リーチしたかったですね。はい、何かで、どっかで。サブローピンのスクリーチが多分一番シンプルだったとは思うんですけど、あれ、リャンピンのリーチはなかなかしづらいものなんですか。そうですね、リャンピン1枚ずつ切れていて見た目枚数が全然違ったんで、リーチ打ったらサブローピンが普通かなとは思いますね。いいハンアップして、はい、バクツの親番レンちゃんです。ペッペドラ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 、ピン数が多めではありますが、9のクイズ、また嘘から初がドイツはダンプです。さえなければカルソですね。はい、サルカは想定一枚ずつ、はい、またウーソウーワンと切って、あら、大きくいきましたね。ええ、やっぱりこれはピンズの本一ってことですか。本線はだったり、やっぱり縦とかも見てると思いますね。はい、7万点超えた枠図です。とあとチャンタとか、はい、あ、これで縦か本一って感じですね。ええ、現在統一は4組です。ワクツさんって本当に遠いとか安い時に思い切って仕掛けて、なんかプレッシャーかけに行くとかはやるんですけど、ええ、こういう本当に上がりたい時はなんか慎重に行く、ね、きますよね。こうなんか思い切ってこっから遠い遠いとかはあんまりイメージないですよね。はい、本当そうですね。なんか展開悪い時とかに結構苦しい、ね、はい、仕掛けのイメージがあります。これでどうするか。本一行きましたね。本一に行ったワクツ、9万の統一に手をかけます。何も重ねている山田、勝負手にはなってきましたね。山田も、そうですね、クツさんは仕掛けるのかな。こうなるとドラ引き、サルカワペイが出たけど、あ、行きましたね。ペイは2枚目ですね。2枚目ですか。2枚目はしょうがないですね。はい、はい、ポンしていきます。ドラは残り山に1枚。さあ、これで山田はどこを選択、マンズですか、ピンズ行ってみます。普通は官老腕払うんですけど、はい、またこれもさ、今までと同じで、はい、はい、そうですね。あの、ワクツさんがもろピンズの仕掛けで、はい、自敗もピンズも期待しづらいということで、はい、マンズのカンちゃん残しましたね。これが猿川さんの場所とかにいたら、また選択は変わってくるんですかね。あー、数ピンは切りたくないってなりますよね。
こちら山田イーシャン天中続きの取り落とし、一応差し子の3色とか変化あったんですけど、はい、それよりもスーピンが枠地さんに切り遅れるのを嫌がった感じですね。一、はい、つ浮かせるみたいなこともあったわけですね、はい、スーピンむしろ引っ張る人の方が多そうですけど、さあこれでポン材は増えました。枠地実際まだリアンシャン天ですもんね。はい、ダンプはイーシャン天で、ただピンズが残っています。気になるところです。3ピンが埋まった猿川勝負になるのかイーシャン天。ただ猿川さんはさっき言ったように枠手さんの上茶なんでピンズを下ろしづらいので、はい、残ったターツはちょっと厳しめです。ベンチピンとかが埋まればまだなんとかなりそうですけど、はい、チュンのポンをした山田がテンパイです。観浪マン狙い通りマンズ待ちになりましたね。先手のテンパイ、マンズは安い場、はい、こうなった時に数ピンなのシャンポンじゃ上がりづらいということですね。はい、こうなると上がれそうには感じますもん ね、 ね、これでなんとかポンできちゃえばリャンワンはかなり良さそうですね、あ、1万が左に寄ってますね。あ、これで6、9万9万が3枚切れ、なるほど、だったら何アンコだったりリャンワン引いてのシャンポン変化に備えようということですね。はい、サルカワはやめさんはイーシャン天なんか出ました。これ何打たれるとねシャンポンで上がれたかって思っちゃいますよね、はい、まあ、実際ねその他から打たれるないんで、はい、その枠地さんから出るしかないみたいな勝負になっちゃうのは損ということですよね。リャンワンのテンパイに変わっています。ダブナンチュン、ただ枠地さんも11600イーシャン天9ピンポンドラがポン本一ドラさん9ピンポンして6、9ピン受け、はい、ダリャンピンで、あ、ダチーピンです。これされちゃうともうピンズ何も切れないみたいな感じになっちゃいますかね、山田さんどうするんですか。上がりはできそうですけども、はい、どこまで行くのか。いやピンズの下を引いてきたらちょっと厳しそうですけどね、チェンの果敢です。これで上がれればと言ったところでしたが、打点が6400から、はい、64からだとちょっと読みを入れて1枚勝負ぐらいは持っていく可能性ありますよね、ピンズをですか、はい、ちょっとなんか山田なら行く可能性ありそうですよね、はい、ありますよね。とちょっと下の方のピンズの下の方の情報がまるでなくて、はい、全く分かんないんで、はい、勘勝負になっちゃうんですけど、まあ、実際枠地さんイーシャン天ですもんね。うん、なんかこの両者としても山田にももう打ちたくないですもんね。山田さんも高いですもん ね、 そうですよね、見えてるだけで最低5200、はい、なんかほぼ64ぐらいありそうみたいな。なのでここも猿川時間を使いました。ダローマン、ローワンは全然取ってないですもんね、はい、アーサー掴んだけど止まるか。山は宝珠杯、うそードラポンしてるんですよ。ただリャンマンさっきの光景の逆バージョンです。山田のつま上がりとなりました。ダブナンチュンとなります。1600-3200の日本馬、確かに山田さんには相当リャンマン危ないですけど、いっちゃいそうだな。ドラポンですからね、自己都合でいっちゃってもおかしくないですよね。おかしくなかったです。実際山田さんもまだ待ち候補いくらかで、はい、なんかちょっと変な両面落としがあったんで難しいんですよね、はい、パー1切ってポン出しのチー1、実際の形を想像した可能性はありますよね。その3-4-5-5-7とか、はい、実際の形の2-3-4-5-7とか、はい、そういう形も考えて間違いの両腕はあるかもって考えたかもしれないですね、はい、ここがぴったり合っていました枠地、ただ積もられて親番落ちました。何2曲ドラが初に変わっています。ただ64放銃するかどうか大きいですからね、あそこを止められるというのがね枠地の強さでもあります。キレッキレですね。はい、猿川シャーチャでシャートイツ、枠地ドラが浮いていますが山田は親番中でもうイーシャン天、ただ形はちょっと重めですね、はい、ダンプさんは本一狙いたい、はい、初はまだ山に3枚、猿川さんはまた1枚目から泣いていくんですかね。789もありますか。これも泣く人少ないと思うんですよね、はい、特に今回は面前でいくと789の3色とかを狙いたりするので泣かない人がほとんどなんですけど、このシャアが出た時にあ泣かない、い
今回は打点に寄せたってことですか。そうですね、やっぱりその打点が見えるか見えないかっていうのも大事かもしれないですね。今までの手は面前で進めてもどうせ安くしかならないので、はい、だったら安く仕掛けてさばきに行くみたいな、そんなイメージで今回は一応さらに、まあ、今までよりも形悪いぐらいなんですけど一応3色の目が残ってるのでここは一応面前で行こうと。はい、遅くなっても高打点で勝負になるかもしれない、はい、ということですね。両面両面のイーシャンテンに山田変わっています。そしてダンプがここで選択が生まれましたがトンの統一落とし、ここは大きくいきましたね。なるほど、 E1 が4枚切れてるんですね、うん、なるほど。イースーチーワの2度受けでピンフではちょっと勝負になりづらいので、はい、トンを統一で落としてタイヤオで伊達も見に行こうということですね。数万チーとかはしないわけですか。いや、するんじゃない。あ、でも3400点持ちしたくしたくないです、はい、あ、3400点持ちしたくないですね。一曲ね、はい、これね、そのスーチワンだけに限定せずとも、はい、ビンズの中ほどとかを持ってきて自然にターツ振り替えたりできますからね、はい、この順目はまだスルーしたいです。小立ても見えますもん ね、 見えますね。初を重ねました。ワークツチートイツですか。チートイツのイーシャンテンにはしますけど、はい、9ピンパンマン9マンイーシャンテン初が出たら、はい、泣くのか微妙なラインですね。どうしましょうか。僕はスルーしたいけど靴さんはプレッシャーかけに行く可能性十分あります、さあポンを入れたのはサルカワでしたどっちからいった。これはさあ頑固になったんです、はい、これは自然ですね、まあ、守備も効きますから ね、 そうですね。いいシャンテンです。これは普通のポンですね。9ピン2枚目なんで、はい、人でした。サブロッソーサブローマンイーシャンテン中。さあダンプさんもさっきまでは泣かない寄りだったんですけど、ええ、順目が進んで猿川さんにも仕掛け入ったんで数ワンだけは泣くかもしれないですが、初アンコにしてます。これで切れてる牌はありませんか。パーソ9層が1枚ずつ切れていて3層も1枚切れてる。数ワンも1枚切れてる、はい、てね、問いはめちゃくちゃ難しいですね。地層地はするかもしれない。ちょっと考えた。いやー僕だってしたい。そうですよね、さすがにトイトイは厳しいですよね、はい、全部1枚ずつ切れてる。チーソーチーしてダッパーソーですか。三浦さんもダッパーソーになりそうですね。はい、両層重ねたで広くなった。イーシャンテンが広がります。ドランコだけど親はすでにサブローソー。枠つもイーシャンテンが広がっています。山田は闇天中ピンフの天敗。サブローソーパッと見めちゃくちゃ良さそうですね。はい、どうですか。山4じゃない、山3。ここに3層が2枚、はい、いや場に3枚でした。はい、中からがらがこもるが数層です。さあこれはまだこれで天敗カンパンマン、天敗カンパンマンの役なし天敗ダンプ猿川イーシャンテン。サブロス上がりなるか。ピンフです。ダンプはここから手代わりしたいですけどね。そうですね、3個チーワンスチーワン引くとかなり打点も見えて、はい、いい手代わりですよね。一旦短期抜けるかな猿川さんは。おベンチーマンをよしと見ましたか。いや安全にいった感じですね。なるほど、はい、チーワンパーワンが全員に取ってない、チーワンキューワンが全員取ってない範囲なので、はい、安全度の高いリアンスを一旦切った感じですね。はい、うん、9万が通ります。9万なら上がれてたけど、はい、現在は3人転敗に変わっています。転敗転敗しかも数万3層猿川さんの当たり兵を引いて、ええ、ダンプさん待ち替え。これでウーワンローマンパーマン、ウーワンローマンチーワンパーマン、ウーワンローマンチーワンパーマン、はい、ドラは嫌よ。ドラは無理。 あそこでパーマン9万とかいけてると一応上がりのかな、でも結局ローソーで、そうですね、ローソーは山田の上がりとなりました。ピンフ1500です。さあ山田ここは親番レンちゃんです。やっぱ全員前に出るんで追いつかないです、ね、追いつかないです一人の思考を考えてるのもう変わってますね、はい、もうなんか誰か辞めてるみたいなのが少ないですもんね、はい、そうですねなんか皆さんやっぱ粘って粘っての天敗取りしてきますもんね、はい、大チャンスか。
ゴロチ7、8、9と2面できています。チョンチョンで3万数万も大統領暗装からでした。そうですね、普通ペーからですけど、これ数風連打とか意識したんですか。かもしれないですね。小沢さん意識します、数風連打。1打目、まあちょっと考えますけど、それよりやっぱり切っちゃいますね、なんか自分の手配を意識してしまいます。僕も手配優先しちゃいます、ね、はい。でも3枚とか切られると、あ、やばいなってめったにないですもんね。はい、あまり見ませんね。だから経験がないレベルですね。あ、本当ですか。親の第一打でその数風連打をケアしなかったせいで流れた経験はない気がします、ね。なんか私1回ぐらいあーっていうのこの手はみたいな、はい、ありました。完了、暗装が入ります。さあ山田さんが今にもリーチ、こちらですね。あ、来たかな、どっちだ。シャンポンもありますね。珍しくちょっと迷いましたね。はい、ここは数万となるのシャンポン待ちでリーチです。打点的にこっちが有力になること多いですよね。はい、特にメロさんはこういうのはどう考えますか。親だと難しいですね。2000オールも僕嬉しいんでドライチですからね、両面にしちゃうかもしれないんですけど、はい、やっぱり一発裏ドラのないこのルールはこういう役牌とのシャンポンは有力な選択になるんじゃないかなと思います。はい、山田の選択はシャンポンで高めが何、ここに数万が、なんで上がった時が大きすぎるということですね。はい、実際何は山に2枚残っております。引けたら一気に原点復帰、え、上がるだけで原点復帰か。あ、じゃあこの展望状況だとリャンワンにしちゃいたい気持ちが強いかもしれない。なるほど、展望状況が、はい、一旦2000オール引くとちょっと余裕できますもんね。はい、そういうちっちゃいことばっか考えてる、ね、いやいや、そんなことはないです。だからこういう何引いての3900オールとかを逃したりはするんですけど、はい、まあ実際その微妙なラインだと思いますけどね、はい、どっちの方がいいかとかは。もう山田プロも珍しく迷っていましたからね。そうですね、そのくらい微妙な差だったんじゃないかなと思います。数二の天牌、リャンマンがザクザクと切られていきます。何が2枚の、数ワンも1枚、はい。1枚でしょうか。でもリャンワンにしてたら3ワンのワンチャンスとかにならないんで、打たれてはいないですから、はい、どっちにしろまだ上がってはなさそうですよね。そうですね、何のつも上がりです。さあ山田高めでここは上がりきりました。リーチも何ドライチとなります。来ましたね、3900は4000オール。僕みたいにちっちゃいこと考えてるとね、この残金オール逃したんですよね。私もリャンワンでしたやめしたくなっちゃいますよね。はい、なんかもうとりあえずやめで親だし、ドライチだし、十分だよな、ノーマルで行こうって思っちゃいますけど、思っちゃうんですよね。はい、こういうの見るとやっぱりこういうのもやっぱりいいんだなと思うんですけど、はい、かっこいいなと思いますよね。まあ、次できるかどうかはまた別の問題なんですけど、はい、こうやってやっぱり結果がついてきた時、はい、でこの後気持ちよく麻雀が打てますよ ね。気持ちよくはなりそうです。はい、三浦さんもそういうのは気にされます？気持ちよくなってるんですけど、打敗に影響しないように全く出ませんよね。頑張って抑えてます。なんか本当苦しいなとかいう時も、はい、やはり打敗には影響してこないですもんね。なんかやっぱりそういうめちゃくちゃいいなと思ってても、はい、やっぱりそれでもやめなきゃいけない部屋はやめないと思いますし、冷静な判断してた方が特にリーグ戦形式はいいんじゃないかなっていう考えでやってるんですけど、はい、出ますよね。それってこう訓練されたんですか、はい、そのメンタル面だったりとか。いやいや、なんていうか普段の麻雀から心がけているみたいなイメージじゃないですか。なるべく、はい、その一定のリズムで切ろうみたいな。実戦5万半ちゃんの感覚派大体ですけど、はい、回数はまあそれで培ってきたものみたいなのが正直ちゃんと数えてないですでも本当それ以上ぐらいいってるかもしれないですよね。それ超えたぐらいな気がしますけどね、ちょうど。なんか前回井出さんも俺それぐらい言ってるかもなとか言ってましたけど、井出さん言ってましたね、うん、でも井出さんも打ってますもんね、はい、ずっと三浦さんのこと係長って言ってました主任です。あ、失礼しました。さあサルコがリーチです。関連マンのドラドラです。山田が仕掛けを入れています。初のポンでくっつきのイーシャンテン。ドラドラの関連ワンが全、残りが全部山1枚切れ、はい、場に1枚見えで目に見えている枚数が残っています。
やっと猿川さんも勝負手らしい勝負手になりましたからね。はい、山田がここはぶつかっていきました。サブロス総天杯。猿川さんは前に出てましたけど、はい、手は入ってなかったですからね。ここは一つ勝負どころ。ドラ。ドラが通ります。ちょっと嫌がってましたね。サブロー総が4枚でしょうか。4対3。はい。いい勝負。井出さんのお話聞きたかったなと途中でねちょっと止めてしまいました。井出さんも昔ジャンソーの巡業員みたいな時期ありましたもんね、めちゃくちゃ打ってるって話聞いたことありますね。じゃあそこで5万半ちゃんぐらいを、その頃僕まだ全然5万半ちゃん行ってなかったと思うんですけど、はい、なんか勉強会かなんかでお話しさせていただいた、はい、そんな記憶ありますね。結構前ですけどね、僕が入って2、3年ぐらい。あ、結構前ですね。じゃあ8年ぐらい前、ね、7、8年前だった気がしますよね。今は同リーグでね。あの前四ツ谷の道場があったじゃないですか、はい、あの雀荘で話してた記憶があるんで、はい、だいぶ懐かしいですね、はい、今は巣鴨に会場が変わっております。はい、あー、論争か。山田の上がりとなりました。初1500の日本馬です。2100。猿川勝負手が来ましたが、やはり厳しかったか。そうですね、山にはいたんですけどね。そうですね、こういう流れないときついよね。山田さんはだいぶ来ましたね、はい、4万点超えて、はい、ちょっと波に乗ってますよ、うん、ドラがいいそう。やはりね、あのシャンポン選択からの子ですよ。また入るでしょうか、初統一。悪いですね。悪いですね。ダンプさんいい。いいですね。ダンプさんが。ダンプさんはきついですね。点数状況ですか。はい、ドラ切り。ドラ第一だ。今は絶対気づいてましたからね、ドラ。ちょっと止まりましたもん。ええ。スローモーションだった。はい。サルカも悪いか。こちらですね。打点はいいから、とにかくスピードで。はい。ということはやっぱり山田さんのこの親番を警戒してるっていう意味合いが強いかもしれないですね。はい、バクツさんは、意識してる選手に山田を挙げていますね。はい、山田さん、はい、みんな意識してますもんね。はい、本当になんかその理論的なんですけど、なんか普通の選択からちょっとそれてるというか、はい、普通の選択はあんまりしてくれないんで、見てて驚くことが多いというか。でも話するとすごくそう理論的な話、はい、めちゃくちゃ強いというか、もう連盟で1、2を争うレベルだと思うんですけど、そのこういう観戦してると時たま驚くような配置しますもんね。やっぱ見えてる量とかがなんか違うんですかね。何なんですかね。 そうですね。でそれが決まりだすと本当止まらなくなるんですよね。はい、もう一つそこがずれてくると山田プロはこうなんていうか、まあ、僕がそれ評価するのはちょっとおこがましいんですけど、負けパターンな気がしますよね。ドラドラ猿川、今回のドラドラは決めきれるでしょうか。また得意の本質ですか、山田さんは。はい、山田さんも本当本質多いですよね。多いです。本質大好き山田です。はい、さあそしてダンプが天杯ですね。イスマのピーフの天杯、高めがタンヤオ。これぐらいはさすがに上がらせてほしいですね。うわ、遠いところから行きましたね。ただこれだとイーマンが報酬になりますね。イーマン報酬ですね。三色か初の後付け、後々付け一個しかないですけど初が重なるか、はい、うまくしごろになった時に、はい、上がりを求めようと。もう次イーマン出てもおかしくない。次イーマンですね。これでイーマン、まあ、そうか、パーソナルは意味ないですもんね。はい、役割にならないんで。イーソーのポンを入れています。だったら安全度でイーマンを残しただけですね。はい、山田さんみたいに本一多いと、まあ、和屈さんもさっき言ったようにめちゃくちゃ多いんですけど、はい、本物か偽物かが分かりづらいんですよね。それはスピード的な感じ で、ね、その本一の捨て牌がめちゃくちゃ多いんで、はい、本当に早い本一なのかすごい遠い本一なのかの判断がめちゃくちゃつきづらくて、それもまたやりづらいですよね。はい、これもなんかその戦略的なところあるかもしれないですよね。その英和の古川さんの仕掛けを増やして本当に上がりたい仕掛けを上がりやすくするみたいな。
山田さんもこういう本一を増やすことで本当に早い本一の時にもちょっと上がりやすくするみたいな効果はありそうですよね、周りからするとねまたやってるなぐらいに思っちゃいますもんね、また遠い本一かもしれないから、これでまともに対応するのはバカらしいなって思ってたら早い本一みたいな、出ました、スーマン山田からランプの上がりとなります、タンヤオピンフ2000は2900、今ワクスさんがなんか椅子もビタ止めしていて、はい、そうですね何なんですかあれはちょっと今すぐ出ておかしくなかったですよね、うん、イースワンは後で残しても親の山田さんに切りやすいっていうのはあったと思いますけど、ランプさんに電波気配あったんですかね、何ですかね、ちょっと見ていて不思議でしたね、あれじゃないですか、何ですか、座敗のトーンで電波見破るみたいなの、今日冴えすぎてません、冴え冴えジャンワン止めからの一数万止め、もしかしたらそういうのかもしれないですね、はい、ちょっと聞いてみたい曲多いですね、はい、さあ南三曲に入ります、ドラガローピン、ダンプの親番です、ダンプやっと上がりを決めて親番ですが持ち点は2300、はい、パイは本日も狙えていいんですけど、はいはい、けども猿川さんがもっと早い、あらあら、めちゃくちゃいいですね、めちゃくちゃいい、ドラさえ引いたら打点もついちゃう、猿川も持ち点的にはここ上がりたい局面ですよね、上がりたいですね、大荒れになっちゃいましたもんね、上がりたい2人がぶつかるのか、あー、枠つもうまくいけば、さあ、ダンプが仕掛けを入れました、これは本日にするかな、いや一旦安い上がりでもよしと、はい、ドラは1枚手の内に見差しも見えてくるのか、山田は一メンツです、ドラドラになりました、これで本一なくても5打点見えますね、自敗を打ち出していきます、さあ一応いいシャンテンですが、一応パーソーにチーソーを引いたら合計の想像を残して上がりやさ優先にする可能性ありますね、その時はじゃあドラも放っていく覚悟もあると、ドラ受けを払う可能性はありますね、失礼しました、ドラローピンですね、はい、さあこれでうまくマンズに重なってもう形決めていきましたね、やっぱり打点的に言うとドラ受けを外したくないので、はい、もう形を決めましたね、ドラが山に1枚はい、引けるかどうか、白一泣きのダンプです、ダンプさんがチャンス、ローソーのくっつきも求めるか、はい、ここはもうピンズのサブロー9ピンウッパーピンの受け入れで十分と、はい、いいシャンテンです、ソーズにくっついた場合はちょっとドラが出てく可能性もあるんで、なるほど、そういうのを嫌がった、先にローソー切ったって感じですね、はい、もうピンズと自敗に、うん、ランソーの統一に手をかけました、はい、現状でもケアしていますね、はい、十分広めのいいシャンテンですからね、ええ、猿川これでいいシャンテンが広がります、山田さんはもう完全に受けてますね、受けています、リャンソンの統一落とし、ダンプをケアして猿川勝負形、靴さんも感知ピンのところがなんとかなればなんですけど、ええ、ここで切りづらいションパイのはずですか、はい、で受けに回ると、ポンされてる白すら切らずに、はい、受けに回りましたね、さあテンパイです、物足りないけどテンパイ取りますよね、闇点です、ピンフのウッパーマンテンパイ、ドラを引けたらリーチでしょうね、そうですね、ドラ残り1枚です、ウッパーマンはただダンプさんの現物ではないので他の2人からは打たれづらそうですね、はい、ダンプはウッパーマンどうでしょうか、持ってきた時に一旦置きますよね、そのウッパーマン受けができますからね、はい、ここに4枚ありますウッパーマン、結構薄いんですか、3枚だけですかね、積もりました、でも3枚、サルカーの上がりピンフツも400、700、ダンプの親番が落ちてしまいます、ダンプさんがきついですね、厳しいですね、久しぶりにドラドラのチャンスで、はい、さあこれでオーラスを迎えます1回戦、サルカーの親番です、17期のマージャンマスターズを獲得しています、花の17期生猿川プロ、17期生は今日は、はい、山田プロと猿川プロと立ち合いの柴田さん、あ、そうですね、柴田さんも17期生です、絶対いますよね、今 A1 リーグがすごいですよね、大半が17期みたいな、17期に席巻されちゃって、ええー
でも28期も2人いますから、ね、はい、28期もそうしていきたいですね。はい、ホンダプロとかも28期生です。今日ホンダさんと昼にフォーカスエムでやってきました。そうですか、どうでした？負けました。ありがとうございました。フォーカスエムはお昼にやっている番組で、はい、役満プリンスにやられました。はい、赤ありのね、M リーグルールで戦うんですよね。はい、やっぱり見てる分にはあっちも面白いですよね。面白いです。なんか個人的にはやる方はこっちの公式ルールの方が面白いと思うんですけど、でも大体ゴマンハンちゃんのほとんどはその赤ありですよね、はい、すね、三浦さんは、はい、やっぱりその麻雀のシンプルに麻雀の力を試せるというか、その一番麻雀に必要な基本的な能力で戦えるみたいなイメージですよね、公式ルールは。なんかやっぱ私の中ではこう相手のこうスピードだったりなんて、はいはいはい、手役が結構読みやすいのかなとか、はいはいはい、やっぱりでも基本はその、はい、しっかりした手組みと、その自分の手牌の価値をしっかり理解した押し引き、はい、もうこれが基本みたいな、それが一番大事だと僕は公式ルールを持ってるので、それをシンプルに使って戦うのが、まあ、楽しいって感じますね。はい、菅野道場ではね、毎週金曜日に、はい、ぜひお願いします。公式ルールを行っていますので、はい、お試しください。さあ、もう2フル入ってますね。猿川が初のポン、イーマンのポンで、マンズの本一です。はい、どうしますか。状況的には、はい、脇津さん、山田さんはもう十分ですと。できれば終わらせたい。ええ、ダンプさんももうちょっと着順アップは目指せないんで、先輩感じま、はい、なんとかここで終わらせたいと思うんですけど、けど猿川さんに厳しい仕掛けが入って、はい、下ろしたくもないですもんね。そうですよね。でトンパイ、あ、ごめんなさい、トンパイ、トンパイ、ションパイのトンが出てきたので、もうそこそこ煮詰まってそう。はい。もう満足も自敗も下ろすわけにはいかないんで、ダンプさんもこの形では無理と言って、もう厳しい局になりそうです。降りていきましたね。キャー、三面ちゃん、イスチマン。ただ E1 ポンしてるんで。はい。E1 枚、1枚、数万2枚、G 枚1枚。こそこ、はい、4山です。初の加冠、これ掘り起こしちゃえば、これ嬉しい。ゴリゴリゴリ、あ、ダメでした。まあもうどうせ打たれることなさそうなんで、上がった時は3200オールからみたいな感じしますね。はい、16歩、4歩積もって2歩、はい、でこれ上がられちゃうとダンプさんはもうね、いよいよもうあと猿川さん浮かないでよねぐらいしか、そうですよね、言うことなくなっちゃいますもんね。ちょっとドロドロのチート位置が見えてます？粘れます。でもマンズ切れないし、マンズは切れない。一応あれですね、そのマンズに絶対マンズってわけではないですもんね、猿川さんが。猿川ですか、まあ、かなりマンズなんですけど、はい、一応念には念を入れてトイトイとかの甲立てに当たる可能性のある牌もやめたって感じでしょうね。はい、もう一人旅になりそうですか。イスチーマンの一人旅、山田さんがマンズだけかき集めて、はい、本一チートイみたいな可能性は若干ありますけど、はい、ちょっと遠いですね。こちらイスチーマンの猿川です。親番中でイーマンがなくなりましたね。数万も1枚ですし、枚数的には結構厳しくなりましたね。そうですね、残り2枚、めちゃくちゃ上がりたいですけど、はい、初のポン、今のポンを入れております。三浦さんの連盟ウェブページのコラムとっても良かったです。 ありがとうございます。コラムもやられてるんですね。今年の、去年の終わりから今年の初めぐらいにちょっと戦術の系譜っていうのやつを掲載させていただきました。よかったらぜひお願いします。皆さんご覧ください。あれ、テンパイ、山田が今パーマンを引き入れて、関数ワンですよね。関数ワンの本一役配転牌です。数ワン1枚って言ってましたもんね。1枚です。1枚です。 G1 割ったり、はい、あー、これまずい。 Q1 フリテン、ロー Q1 には受けれない。転牌取るなら G1、はい、やめがあるのか。いやー、おー、 あ、これパーマンで転牌取れないですよね。やめです。すごー、自分の上がりは厳しいってことですか。三浦さん、ね、実際どうですか、座ってたら。猿川さん、 E1 ポン、パー1、Q1、
38,700点。自敗がハクとかもまだあるのか、はい、あもしかしたら G1、 いや微妙ですね。確かにもう残り自分のつむ番が1回ってことを考えると、上がりの可能性がほぼなくって、はい、その初冠ですもんね、はい、最低7番が当たったら金6ぐらい全然ありそうなところに対しては確かにやめるのが無難っぽかったですね、はい、うん、まあ、行きたくもなりますけどね、はい、そうですね、ちょっと自分の上がりが見えなさすぎるっていうのが大きいですね、はい、あれがまた三面ちゃんとかだとだったり9番が触れて、あの振り点じゃない9番で、サルトワさんからとかの出上がりも期待できるみたいな街だったらもしかしたら頑張った、まあ、それともあと1巡だったらやめてたかもしれないですね、はい、山田がしっかりやめて、猿川が一人転敗で、はい、いう曲で連チャン中です。ドラガウピン、ドランコの人いましたね。こちらです、なんちゃの枠2ドラガンコ。ただ役がちょっと見えづらいので、はい、仕掛けは難しい。無理やり単野とかで仕掛ける手もあるんですけど、演奏は役配重ねたいですね。白何が重なれば嬉しいところ、共に1枚ずつ切られています。ピンズちょっと遠いですか。そうですね、ピンズにするんだったら単野で仕掛けた方がなんとかなりそうな感じしますよね。ダンプも形はいいですよね。そうですね、もうここは終わらせに行きたいですね。サルカも仕掛けがありそうです。絶対仕掛ける気がします。今回も打点は見えなそうですしね。うん、まあめちゃくちゃうまくいったらリーチ役配つも、おお、なるほど、プラスもう一役、はい、みたいな26オールとか4000オールの可能性は若干あるんですけど、仕掛けると思います。まあ、白はもう 2枚目なんで当然仕掛けるでしょうね。そうですね、枠2が1枚抱えています。それか山田の元に初がやってまいりました、はい、これで転敗はスチーマーリーチですか。役なしダンプリーチとなります。了解してください。もうこのハンちゃんはこれで我慢してやるから、はい、次のハンちゃんから許さんぞと、力貯めてんぞと、はい。さあスッチマンはいかがでしょうか。手の内では3枚使われ残り余り5枚です。さすがに上がれそうですか。上がりたいです、これぐらいは。ただ現物の白を切られた時に、猿川さんがポンですするんで、ええ、そうなると猿川さんが追いついた時にどうなるか、はい、まだ全然わかんないです。怖いですね。初は残り余り1枚。山田さんは初には相当ならなさそうですもんね、はい。さあドランコのワクトさんは行きたいですけど、おーパーソ行ってますね、行ってますね。チーピンチーだ、ウッパーマン追いついちゃいました。追いついちゃった。三浦さん、お礼は4枚いる。じゃあ枚数さほど4対5、ウッパーマン足りないです。ただこれは通っていません、急ぎり。そうでした、リーボー取られてしまいました。猿川の上がり白500は600オール。あれダンプさんってまだ上がってないんですか。ダンプさん一度あの1300ですかね、トーン3曲に上がっている模様です。ピンフの あそうか、ええ、ピンフで上がってました、はい、ただ宝珠で7700あれも上がりましたね。単品の2000点も上がってました。 ありましたね。失礼しました。じゃあ2度上がりはあるんですね。ですけどただ厳しいですね、です展開が。ドラチーソ、もう猿川さんに一上がりされると一人沈みまで見えてきちゃうんで、はい、このルールの一人沈みって結構重要ですか、はい、そうですね、回避できるならしたいです。はい、12ポイントを一人で背負うんですよね、はい、マイナスを。たかが4ポイントって気はするんですけど、はい、1ハンチャンで4ポイントはバカにならないんで、はい、回避できるなら。もちろんね、自分がそのダンプさん、例えばこの手牌が満貫見える手を2000点とかにするほどではないんですけど、はい、まあ自然に仕掛けて1000点とかでは普通に上がりに行きたい感じだと思います。はい、現在オーラスとなっています。今回どうですかダンプ、上がりはできそうですけどね。ドラの小ささえ引ければ打点も見えてきますね。オロチもあります。枠ツはダブナンが統一、形は悪い。まだ形はいいです。おリャンワン数番切るのが広かったですけど、はい、安全度でもなさそうですか。なんか
ウーワンとか引いて連続系になった時とかは、なんかそこを一旦残してみたいなこともあったかもしれないですね、はい。まあ、これは一通のイーシャンテンなんで、まあ、自然に山田がイーシャンテンまで来ています。阿久津がシャアのポンからスタートでした。1枚目のシャアでしたが、かあこれで入れてきたパーソンサブロスのテンパイピーフトライチ高めが一通でございます。いやもう個人的なことを言わせてもらうと、はい、阿久津さんのこういう仕掛けはちょっとやりづらいんでやめていただきたいどういうことですか。わからないですもん。わからないですね。こんなバラバラだと思わないですもん、もうちょっとね整ってらっしゃるかと。トップ目の仕掛けで、あでもこれで目立ちますよね。これでそうですね。あ、まあ、ダブナンがあって、はい、なんかトイトイとか、はい、コンイツとかが遠くに見えてたのかなって感じしますけど、山田さんもちょっと目立ちました。あこれかなり目立ちましたね。めちゃくちゃ目立ってますけど、はい、まあ、と山田さんはもうね7700高めのテンパイなんで、当然押すとして、じゃあ売ってる側としてはいや怖いですよ、ね、怖いですよね、はい、ワクスさんも結構ヒロさんのこと警戒するでしょうか。そうですね、ただ順目的にはまだちょっとこの段階で降りるとね、はい、結局詰まっちゃったりするんで、はい、一旦ダブナン泣けた以上はシンプルに進めて、なんか中終盤で手が伸びなかった時には受けるかもしれないですよね。じゃあローソが出る未来もていうかめちゃくちゃ危ないですね。危ないですね。ローソは高めです。山田さんが打点あるかなって分かんないですからね、はい、多分山田さん先手のテンパイでもダブナンドラ多分切っていくと思うんで、そう考えると今回は打点が見えづらい状況にはあると思います、はい、ダンプがゴロチに寄せました。猿川は数層で嫌がっているんでしょうか。阿久津さんに相図の本質の可能性があるとか考えてるかもしれないですね。ここで一旦手をかけたのは9万、安全度の高い牌ですね。はい、サブロスを時間がかかっていますが、ローソは表示牌に1枚、高めのローソを残り2枚、酸素も酸素もありますね。残り山に3枚でしょうか。小山ですか。わお、小山のサブロスは闇天中、ペン3ピン入れました。小山って知ってたらね、リーチしたいですよね。あ、これは危ないか、さすがに。先に切りたいか。いやでも、山田さんは相当テンパしてるっぽい。そうそうだ、ここで選ばれた山田への宝珠。珍しい枠のローソーでした。宝珠です。ピーフ1通、ドラ1、7700は8300です。さあ、これで1回戦が終了となりました。トップから。枠ツ2着に山田、3着には猿川、4着ダンプの並びで終了となりました。続いては2回戦です。